はい、皆さんこんにちは、れいかです。今日はですね、はい、こちらですね、今すごい話題のチフレのウォッシャブルコールドクリームと、このクリームと一緒に使うとよりいいって言われてるビオレのこちら洗顔ジェルを買ってみました。こっちのウォッシャブルコールドクリームなんですけど、ずっと気になってたもので、なんで気になってたかっていうと、結構私クレンジングがオイルがちょっと苦手で、クリーム系かジェル系が好きなんですよ。で、今はキュレルのジェルのクレンジングを使ってるんですけど、このクリームタイプをね使ってみたいなと思ってて、でチフレだとすっごい安いんですよ。これ650円だっけ、めっちゃ安くて買えるのでちょっと気になってたんですけど、キュレルの方がねまだ残ってたんで、なくなってからにしようということでね、今回なくなったんでこれをちょっと買ってみました。ですごいなんか流行ってて、結構売り切れてる店舗とかもあったりしたんですけど、他探しに行ったらまだ普通に売ってたりしたので買ってみました。こちらのねウォッシャブルコールドクリームなんですけど、まずクレンジング、化粧落としとしてまずねクレンジング、化粧落としとして使える。そしてねマッサージにも使えるクリームになってるんです。クレンジングしながらこうマッサージをできるというね、すごい優秀なクリームって話題になってて、でこちらはウォッシャブルクリームで化粧を落とした後にこちらで洗顔するんですけど、そうするといちご鼻がね解消されて、すっごいツルツルもちもちな肌になるということでね、今回はこの2つを試していきたいと思います。じゃーん、なんかやばない、これ髪型。では実際に使っていきたいと思います。中身はこんな感じでたっぷり入ってるんですけど、このクリームなんですけど、普通にクレンジングするだけじゃなくてオイル化乳化というものをしないといけないクリームなんですね。まずクリームを取って顔にのせて、そしてオイル状態になるまでマッサージして、そこからまた乳化というね風にしなきゃいけないんですけど、安いからいっぱい使おうって言うんじゃなくて、あんまり多すぎてもそのオイル化乳化ができにくくなっちゃうので、私はこれぐらいの量を取って、さくらんぼ台ですね、これを5箇所だにこうやって置いて、これをくるくるしていきます。そうですね、時間はだいたい5分ぐらい、結構長くやりすぎてもダメなので、最初伸ばした状態はこんな感じで、結構クリーム感があると思うんですけど、これをねくる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 、人差し指じゃない、中指と薬指を使ってくるくるすると結構力加減もいい感じでできるので、今はね結構クリーム状態なんですけど、この状態を何分かやるとオイル状態になるので、それになるまで優しくくるくるしていきます。前髪を作ってからね、おでこのやっぱり肌荒れが気になりますね。でこれ結構ねすっごいしっとりしてるんですよね、クリームが。だからこうやってくるくるしだした瞬間は結構重い感じなんですよ。指通りがちょっと悪い感じなんですけど、急にめっちゃ指くるくるできるんやけどみたいな時が来るので、その状態になれば、あ、オイル化になったんだなって。はい、もう今オイル化の状態です。で乳化ってどうやってやるのっていう話だと思うんですけど、乳化はこのね手についたものを一度水で洗い流します。でもう一度ねこの濡れた手でこうやってくるくるすると乳化ができるということなので、一回手を洗ってきます。はい、ちょっと手をね濡らしてきました。そしてこの状態でもう一度顔をくるくるします。そうするとほら分かりますか、ちょっと白っぽい感じになったと思うんですけど、これが乳化というものになります。もうね結構乳化の時点で結構また もっちりになってるっていう感じが実感できます。もうねあんまりやりすぎても良くないので、はい、落としてきました。こんな感じです。普通に今まで使ったクレンジングとはまた違った質感で、一番ねクレンジングした状態でこんなにすごいもちもちで、もちもちなのにすごいすっきりというかさっぱりしてる感じ。もうさっぱりしすぎず、すごい程よい保湿感がすごいあります。ほんと触ればわかるんですけど、この辺とかすごいもっちりしてて、全然突っ張りとかはなくて、程よい保湿感と程よいさっぱり感、めっちゃこの感じ好きです私。でなんかすごいトーンアップした感じがするのは気のせいかな。すごいね肌が白くなりましたやっぱりね。だから1ヶ月とか使ったら結構肌白くなるんじゃないかなっていう感じの効果が期待できますね。ではこちらの、チフレのウォッシャブルコールドクリームと使うといいよと言われているビオレのこの洗顔ジェルを使っていきます。これはですね顔を軽く濡らしだって適量 2〜3cm を顔全体にじっくりに混ぜます。若干顔を濡らしてこれぐらいですね、見えるかな、を取って特に毛穴汚れが気になる部分にジェルを濃いめにしてくるくると円を描くようにしっかりとなじませてください。なので小鼻にちょっと多めにくるくるしていきたいと思います。顎とか口角のところとかも結構毛穴が、では残ったものを全部なんかすごいあったかいのは気のせいかな。なんかあったかいんだけどジェルが。これはなんかやっぱり毛穴のお掃除っていうことで、お風呂場とか結構あったかいところでやると毛穴が広がるので、あったかいところでやるとちょっと効果が出やすいみたいです。なんか匂いはね、なんかの匂いする、思い出せないけどなんかすごい落ち着く匂い。はい、では結構もう馴染んだと思うので洗い流してきます。はい、ではビオレのね洗顔ジェル流してきました。なんか最近ね結構鼻がねなんかザラザラっていうのをね思ってたんですよ。で銭湯とか行って塩サウナとかでちょっとマッサージとかしてたんですけど、なんかあんまりしっくりこなくて、なんか取れるは取れるんですけど、なんかその日だけで次の日になったら結構なんかまたブツブツみたいななってたんですけど、なんかこれめっちゃすっきりしました。鼻がなんか毛穴めっちゃ掃除されてるみたいな感じする今。でももちろんねこの辺とかもめっちゃすっきりした感じで、めっちゃすっきりした感じなんですけど、このチフレのウォッシャブルコールドクリームで結構保湿されてるので、これで保湿もできてこっちでちょっとさっぱりっていう感じで、すごいなんか相性いいなって思います。油分とかを取りすぎてしまうとやっぱり乾燥の原因になるので、クリームで保湿してこのジェルを使ってね洗顔するとなんかすごいちょうどいいぐらいの質感になったなって思います。小鼻もめっちゃすっきりしました。実際にねこの話題になっているクリームと洗顔ジェルを使ってみたんですけど、もうなんか他の YouTuber さんがおすすめしてるから私もおすすめとかじゃなくて、もうマジで本当にすごいと思います。まあ、1500円以内でねできると思うんで、めっちゃプチプラですっごいいいと思います。なんかちょっと安いクレンジングとかやと、まあ、ちょっと心配な部分もあると思うんですけど、これは本当にいいと思います。でこれ使うんであればこれを一緒にセットで使った方がいいかなって思います。やっぱりクレンジングする時にオイルが一番肌を傷つけてしまうので、このチフレのクリームはマジでおすすめです。是非ね今回この動画見てちょっと気になったよって方はよかったら見に行ってみてください。今回の動画少しでも良かったよって思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターのフォローも是非お待ちしてます。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。